パソコン、本、この辺はノータッチか。よし、じゃあ、義理のお父さん。なんかすごい部屋やな。なんかすごい部屋。あ、ぬいぐるみ。あ、なんか、えらいことになりそうな気がするな、これ、ぬいぐるみ。あー、なりました。あー、てか、ぬいぐるみの写真出してくれないって言うんで。無残に出されたからな。まあ、古いぬいぐるみだから、いいか。魔女の家だったら中身からなんか鍵とか出てきそうだけどな。これは何？電話かこれ。ティーカップ。飲みかけの水を飲もうとしていますか？どうしますか？放任主義。水出し外部はなさそう。にゃーん。おお、かわいいな。北斎は水を飲めた。マグカップに使ってるんじゃない？本当に飲めてるの？よくわかんないけど喜んでるみたいでよかった。やったぜ、好感度上がった。俺猫の気持ちわかっとるわ。俺猫の気持ちわかっとるわ。好感度増えていける一方やけんな。猫の気持ちわかっとるぞお前。もうゲーム実況界で一番猫の気持ちがわかる実況者ってなろうかな。ベッドもあるね。おお、入りたいか、寝たいか。あ、下に潜ったんじゃ。あー、これ放任主義かな。いや、ちょっと一回ぐらい名前呼んであげたいな。北斎って名前気に入っとうか知らんけんな。いや、ニクモに叱ってもダメみたいだから落ち着いて対処しよう。とりあえず名前を呼んでみるか。北斎、葛飾北斎、にゃー。あ、気に入ってる。北斎って名前気に入ってるぞお前。昔の画家だぞお前。画家だぞお前。浮世絵って書いた歴史の教科書も載ったような人だぞお前。すごい勢いだ。転げ回っている。転げ方がすごいなこれ。こんなに喜んでる、大成功じゃん。こりゃすごいぞ。こりゃすごいぞ。やばい、なんかこれこうチキチキペッパーズのナダルみたいな言い方してるやん。ああ久しぶりのセーブ、すごいな。俺好感度上がりっぱなしでないか。あ、こっちのベッドも。もうここはこっちも呼んだらいいね。北斎、隠す日か北斎ってね。だったらもう暴れ回ってね、転がれ回ってね、好感度が上がりますね。これめっちゃ上がってる。こりゃすごいぞ。ワクワクしてきたぞ。じゃあ満を持して村田さん、義理のお父さんか。この人はお母さんの再婚相手の村田さんだよ。関係。お母さんバツイチだったんじゃ。ちょっと話がちょっと複雑な家庭なんやな。一家を養っているのはこの人だよ。あー、血がつながってないお父さんか。なんかちょっと俺やりにくいな。主人公の立場だったらやりにくいだろうな。一体いつになったら子供たちは俺のことをお父さんと呼んでくれるんだろう。ブツブツ。あ、最高相手のお父さんあるあるじゃこれ。村田さん、ちょっといいですか。敬語やもんなこれ。あ、上森ちゃん。はいはい、どうしましたかね。ちょっとお願いがあるんですけど。あ、ちょっと待って。よし、うわー、つばをかけられた。あー、これは他人行儀でいるわな。で、鬼がいて何かな。この子に及んで何そんな顔で普通に聞いてこられるんだわ。お父さん、私猫が飼いたいんです。飼ってもいいですか。何これ。おじさん猫アレルギーなんだよ。どうでなんかムズムズと思ったら、あは、猫アレルギーか。お父さん、でも大丈夫、お父さんには触らせないから。ああ、空気が悪くなった。どうした。でもおもいちゃんがどうしてもいいって言うならおじさんがべる。ただし条件があるよ。何ですか。裸にはなりませんよ。これからは村田さんじゃなくてお父さんで呼んでくれないかな。それってなんかずる。背に腹は変えられないからね。仕方ないわ。
これは仕方ないわ。猫ちゃんを飼うためじゃ。北斎を家に招き入れるためじゃ。しょうがないわ。お父さん、言わせずる感はあるが、まあいいでしょう。わあ、やったぜ。何かまあいいでしょう。じゃあ上から目線め、お前やったぜ、仲間増えた。知らんかなって話やけどな。正直知らんかなって話やけどな。仲間にしたっていうかさ、ようやくお父さんと認めた感じになってるからな、お前。お兄ちゃん、なんかちょっと結構年上っぽいお兄ちゃんやな、なんか見た目感じ。お父さんの部屋を物色するぜ。探してたら多分エロ本見つかるぜ。ダジャレを思いついた。棚に乗ったな。うわばみちゃん、それ以上罪を重ねるのは良くないですよ。ある意味それも罪ですよ。はい、サム氷河期。はい、地球が氷河期に向かっているのはうわばみちゃんのせいです。これ時計のタッチか。あ、ディスプレイ来た。あ、ディスプレイも何もない。これはなんかあるんじゃん。北斎がソファーを見つめてる。どうしますか。放任主義。いつも通りそっと見守るか。どうする。にゃーん。あらら、あらら、あらら。でもなんかちょっと安物っぽいけ、まあいいやって気分になってしまった。ああ、マジか。お父さん、許してにゃん。はい、これ許してもらいます。お父さんと呼んでもらえたばかりか、にゃんっていうね、萌え要素を持ってきてます。許してもらいます。これさて、お兄ちゃんが、これお兄ちゃん何これ、お兄ちゃん何これ、タイムマシンみたいなもんもあるよ。家の中にタイムマシンみたいなもんあるよ。これ謎の機械とか言うな、ほんまに謎なんやけど。お前、お兄ちゃんどういう立場の人間なの。お前は未来から来たの、お兄ちゃん。この人は上ぼみのお兄ちゃん、かなり SF オタクだよ。へへ、変人だな、多分。この感じは多分変人な匂いがするな。お兄ちゃん、何してるの。ちょっとお願いがあるんだけど。ああ、さっき通販で買ったに荷物を組み立ててたんだ。通販で買えるの、こんなの。なんだ、エゴスティーニー的なやつなんか、お前。毎週部品が集まってどんどん組み上がっていく的なやつなんか、お前。創刊号はたったの何百円みたいな感じのやつか、お前。随分大きい買い物だね。これって何なの。聞いて驚くなよ。これはな、タイムマシーンだー。あ、ごめんなさい、当ててもだ。俺タイムマシーンって言っちゃったよ。タイムマシーンって言っちゃったよ、お前。タイムマシーン。なーに、騙されてるものか。ネットの広告でめっちゃ宣伝してたし大丈夫だって。あ、お兄ちゃん、ネットって結構嘘まみれなんだよ。それ超怪しいよ。怪しいよ。そんなこと言うなよ。毎日朝から晩まで働いて必死こいて貯めた貯金を全部使って買ったんだぜ。え、お兄ちゃん、頭良さそうな目して実は頭の中空っぽじゃないですか。バカなの。組み立て終わったからこれで未来に行ってみようぜ。お前お前、それドラえもんの世界だったら多分タイムパトロールに逮捕されてるわ。お前、気軽に未来に行きすぎちゃう。お前は、怖いよ。大丈夫大丈夫、セットで救命胴衣もついてきたら。救命胴衣ってお前。いや、船じゃないんだけどさ。船じゃないんだけど、お前何が大丈夫なの。まあ楽しみなのは分かるけど落ち着けって。まだ組み立て中だから移動はもう少し待ってくれよな。ところでお願いって何。ああ、こんなやつにお願いしたくもないな。私、猫が飼いたいと思ってて。お兄ちゃん、味方になってくれない。あれ、村田さん、猫アレルギーってなかった。それはいいの。いいか。いいんか。わらわらわら。うん、じゃあお兄ちゃんもいいよ。世話は手伝わないけどね。マジか、トイレ掃除と散歩を任せようと思ってたのに。お前、めんどくさいこと押し付けようとしてるやん。上ばみよ、お前。嫌な仕事。あ、めっちゃ起きてる。しょうもないところでめっちゃ起きてる。お兄ちゃん、やっぱ変人だ。てか、猫に散歩いらん。お兄ちゃん、うるさい。ところで上ばみ、味方になる代わりにタイムマシーンの組み立てを手伝ってくれよ。やだですよ。
そんな危ない人間を、機械を作った人間になりたくない。いいよ、何すればいいの。いいのかよ。クラブ部品をそっちのプラゴに刺して。どうした。おっと、あー、狙ってる、狙っているぞ北斎。あー、取られた。あ、部品を取られた。マジかよ、早く捕まえてきて。わ、わかった。はあ、別にどうでもいいような気がするんやけど、タイムマシーンなんて、タイムマシーンなんて、なんかやってる。あ、脱衣所じゃん。なんだ、洗濯カゴの中で寝てたんだね。洗濯カゴだと、まさか上もみちゃんのブラジャーとかあるんじゃないだろうな。上もみちゃんのブラジャーとかパンティーとかあるんじゃないの。見たい、見たいぞ私は。あー、なかった。なんかソファーっていうか、そういう系のタオルかな、これは。バスタオルかな、これ。わー、めっちゃ寝てる。かわいいな。もうここをお前の住処にしていいよ。部品はいただくぜ。よっしゃー。どうした、起きたか。おお、これも反応したか。お前くつろげすぎだろお前。この家にもう慣れた感じになってるやんお前。北斎をすよすよ眠ってしまった。なんか変な感じになってる。もう野生なんかどこ行ったって感じになってる。うん、いいことです、いいことですよ。こっちにもなんかあるんかな、イベントないんか。そうか、いろいろ気になるもんはあるけど、とりあえず部品じゃ。タイムマシーン3号ご来芸人か。お兄ちゃん、部品を回収してきたよ。ありがとう、それさえつなげばあとは完成だな。約束通り味方になってね。結果的に邪魔しかしてなかったけど、協力するのは別にいいぞ。猫嫌いじゃないしな。わあ、ありがとう、お兄ちゃん大好き。おじいちゃんの次に、はい、ランキング、はい、ランキング第3位です。お兄ちゃんの大好き、上森ちゃんの大好きランキング第3位だ。第1位おばあちゃん、第2位おじいちゃんで、ようやく第3位でお兄ちゃんだからね。ふっ、お兄ちゃんに任せとかな。おい、かっこよくつけとうけど、お前のバカさは分かってるからな。お前はバカだって分かってるからな。お前はよーし、取り込めそうな家族への根回しはした。あとはお母さんに突撃しよう。ここでお母さん出てくるんやな。ステップ2、お母さんの説得。お母さんだけ別枠やけどな。どんだけお母さんが難攻不落かって物語ってるな。次は最終決戦、キッチンで待ち構えてるお母さんに突撃しよう。あたかもお母さんが魔王であるかのこと。ああ。何なんだろう、お母さん未来から来た人造人間とかそういう設定だったりするんだろうな。だとしたらこのタイムマシーンもなんかちょっと伏線的な感じに感じてくる。お母さんどこなん、そもそもお母さんどこなん。え、お母さん矢印で示してくれんかったんやけど、お母さんの場所はアンノーンなんじゃ。あ、水槽に目をつけている。北斎が観賞魚を見ている。悪いことしよう。放任主義、もう徹底的に放任主義。様子を見よう。何もないんじゃ。または名前を教えてあげようか。名前つか、魚の説明なんか。猫にとって魚を食えればいい的なところあるだろう。この魚は珍しい魚なんだよ。金魚の仲間なんだけど、上手に育てるとヒレが伸びていく魚で、値段めっちゃ高い。売ろうとしてるやん、ウボミちゃんも。攻撃、やると思った。でへぺろ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 。お母さんどこやねん、それ。お母さんどこ、お母さんどこ。
ちょっと待って、お母さん失踪編が始まったんじゃないかな、お前。今ちょっとお母さん失踪編が始まったんじゃないの、お前。え、どこお母さん、お母さん、あ、おったよ、みたいな。これお母さんかよ、みたいな。え、これ、よう見たらお母さんか、お前。なんかさっきから、餅巾着あるなと思ったら、なんか餅巾着あるなと思ったら、お母さんか、これ、頭。あ、お母さんの髪の毛だったんじゃん、これ。俺が餅巾着だと思っとったら、お母さんの髪の毛だったんやけど。最終決戦始まるんじゃ。なに最終決戦ってやめて、もう一人探索してからにしよう。おうおうおう、身につけた。もう荒らしたらお母さんに怒られるであろうものを上に登ってる。かわいいな。あー、今回放任主義ないんじゃ。だったら名前を呼んであげよう。おーい、北斎、おいといて。寝てるやん。ガン虫です。悪いことはしないし、まあいいか。えらい、お見事、いたずら回避。なんか知らんけど、いたずら計らずとも回避してる。ゲーム実況的にはそのいたずらしてるところが見たいって視聴者さんの方が多いかなと思うけど、もう紙袋まだ来たよ、お前。なこの家紙袋結構取っておくタイプの人間が多いやな。はい、まだこのコース見ました。3回目です。はい、見守るのがよし。米袋、お米袋。お前パンよりも米の方が好きなのか、お前。どっちかって言ったら俺はパンの方が好きだけどな。お米宣言。私、お米宣言。北斎が紙袋の中に入り込んでしまった。どうしますか。放任主義したらまた放任主義のままで終わるんかな。終わったわ。じゃあちょっと、あれやな。放任主義やめて、ちょっと。積極的に行こうか、今回から引っ張り出す。いやー、必殺技じゃん、必殺技じゃん、お前、お前。SP 消費してない方、使えん的なやつやな、お前。そんなに気に入ったのか。米袋から無理やり引きずり出したらすごい嫌そうな顔してる。あー、好感度が初めて下がった。あー、うわぁ、罪も増えたー。くそー、どうした。うわぁ、またゴミ箱も罪を重ねるな。うわ、罪の数が2桁になってしまった、お前。もう、仮面ライダー多分さ、お前は罪を数えろって言われたら、もう堂々と10って言ったろ、お前、俺は。ああ、ここがあったわ。あー、これもかわいいわ。ワイドハイター。レノア派なんじゃ。上文ちゃんの私生活に使ってる道具が見えてしまってる。あー、見守ったら多分そのままやけん抱き上げる。おいで。やったー、猫の気持ち。これで終わりかな。一通り終わった気がする。多分ね。よっしゃ、セーブして、よっしゃ、ラスボス、お母さん、いけ。おお、みんなで囲ってる、みんなで囲ってる、お前。パーティー組み上がってる、お前。ふう、忙しい忙しい。あら、おかえり、上ばみ。お母さんすごい光栄してる。ただいまー。この人は上ばみのお母さん。この家の一番の権力者にして、この物語のラスボスなのです。ラスボス言っちゃったし、あと権力者言っちゃった。みんな集まってどうしたのさ。で、なんでうちに猫がいるの。元いた時に返してきな。この顔を顔と思ってるんだよね。ダメージ決まってるじゃない。家の中で犯した罪が 10個もあるでしょ。お母さん罪数えてるの、あんた。いちいち罪数えてたの、どこから見てたの、お母さん。お見通しですね。でもね、ここに集まってる家族は猫を飼うのに賛成なんだよ。うちにそんな余裕ないよ。そこまでギリギリじゃないよ。猫アレルギーはすっこんでな。ひど。ちょっと笑ってるやないか、お前。わしらは賛成なんじゃよ。多数決的にも飼うしかないだろうって。あ、多分この家でのお母さんの投票権10個あるからな。いやいや、
ああ、最終的に大変、一番大変なのは私だから。テレビ狂いのお母さんは黙ってて。この親不孝者娘の話だけでなく、自分の母の言うことも聞きやしないよ。まあまあ、そんなに言うなよ。迷惑はかけないからさ。罪が10個もあるって言ってるでしょ。ああ、痛いところついてきた。それに数通り。数通りって言うんじゃ。どうでもいいわ、お前。あんただってまたわけのわからんもの買って、お母さんは恥ずかしいよ。それはいいだろ、別に。おっと、お兄ちゃん言い返せないやつだった。お兄ちゃん、押し負けてる。さすが脳筋。そんなことより、飯はもだかで空気読んでください、おじいちゃん。準備中です。今準備してます。騙してます、あなたたち。おじいちゃん、何しに来た。うるさい。とにかく北斎はもううちの子です。絶対絶対買うんだから。悲しいお知らせ。お母さんの雷攻撃は罪の数だけ強くなるよ。やめろ。なんだそのさ、涙の数だけ強くなれるよみたいなシステムだな、お前は。特別ボーナス。あ、いたずら回避が多かったので4以上。上目の回避率アップ。ほうほうほう。おじいちゃんは役に立たないので、味方が4人いるときは戦闘が除外されます。あ、そうっすか。ああ。お母さんすごい家らしい格好してるな、あんた。コスプレってやつだな。